い、皆さんこんにちは。ターバラチャンネルのターです。ナビです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、第12回一人前ロザリアン鍋が、視聴者さんのコメントにお答えしますの方をね、やっていきたいと思います。はい、今日はね、一人の方からコメントの方をいただきました。マサルドローさんになります。いつもたくさんのコメントね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。マサルドローさんからね、いただいた、ご質問です。新苗なんですけど、新苗の方をね、お花をどうするか、まあ剪定ね、したり、まあそのまま咲かせたりと、うん、まあどっちがいいんですかっていうご質問だね。じゃあ一人前ロザリアン鍋よろしくお願いします。はい、任せてください。はい、我が家ですとね、新苗で、バラの方を購入した時はですね、まあ、もしねお花だったりつぼみがついていたら、剪定してですね、植え付けの方をしますね、うん。で、その後にねまたつぼみの方を、つけるんでね、そしたらソフトピンチソフトピンチを、繰り返してですね、秋にお花を咲かせるっていう感じにしてます。どうぞ終わってよ。ありがとう、なべちゃん。そうですね、今あのなべちゃんが言ったようにね、我が家はまあ秋までね、ソフトピンチを繰り返して、まあ、株の方ね、充実させてからねお花の方咲かせるようにはしてます。で、あるねプロの方のね動画の方、まあ、結構昔ですけどね、視聴した時にですね、まあ、新苗でも別に、探しても大丈夫だよっていう、ことを言われてたんでね、うん、まあ、特にね、咲かせても別にバラの方が弱るわけではないと思うですし、うん、まあそれはあのね、育ててる側のね方の考え方でね全然いいと思います。なんであの我が家みたいにね剪定してもいいし、お花咲かせてからね剪定してもいいし、まあそれはね本当自由だと思います。本当にあのどうするのかっていうのはね、本当わかんないですけどね、うん、まあ、自分流をね、探してもらって、バラの方、楽しくね育てていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、それではね、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。これからもたくさんのコメント鍋がお待ちしております。それではまた会いましょう。さよなら。さようなら。